クラウザードマニ、ドマニは、ドイツのクラウザー社が製造しているサイドカーである。本校では、派生車種である、ドッポドマニについても記述する。創業者、ミヒャイル・クラウザーの、理想のサイドカーというコンセプトの下で、イギリス BRM が設計した。フレーム製造担当は、ドイツメッサー・シュミット、シャーシ製造は、スイス LCR エンジニアリングが担っている。 ドイツ本国では1985年のアイフマ、ケルン賞にて初公開された。当初はコンセプトモデルとして量産には消極的であったとされるが、反響が大きく1990年前後に量産化された。一般にはサイドカーに分類されることが多いが、製品として完成販売されているオートバイにサイドカーを取り付けたものとは構造が大きく異なり、 創業者は生前のインタビューで全く新しい乗り物としている。サイドカーのステアリングは一般に車重に従って重くなりがちでまた加速減速時左右にブレるが、ドマにはレース用のステアリングシステムを採用していて操作が軽く加減速時もブレは起こらない。ただしハンドルは深く切れず最小回転半径は大きい。バックギアは新車販売時には装備されていない。 社外品としてメカニカル式と電動モーター式が販売されているがメカニカル方式の場合は一足ギアとの置き換えとなる。ブレーキは右レバーが前輪ブレーキを制動するのは多くの自動二輪と同じ出るが右フットブレーキは三輪全部を制動するインテグラルタイプである。メーカー出荷時のカラーバリエーションは3タイプのみ。クラウザーのメーカーカラーが白地にオレンジパープル。 ブルーラインなので、初期のすべてとほとんどはこのカラーでペイントされていい。後にメタリックレッド、ついでメタリックシルバーが追加された。ソリッドブラックはカスタムオーダーであるため既製品では存在しない。多数のバックオーダーを抱えてもラインの増設など行わなかったため、長い時は納車に2年近く要した。 1995年前後に2年間ほどラインが凍結されたがほどなく再開された。2007年頃よりあらかじめ製作していた在庫のシャーシが底をつき、新たにシャーシ製造を行う予定もない。現在までの総生産数は300台弱、一節では250台に満たないとされる。欧州で販売されている一般的なサイドカーに比べて高価であり、 本国やヨーロッパで販売は振るわず、最大のマーケットは日本、ついでアメリカであった。完全受注生産者で本体に付随してオーナーに送られる豪華な想定のサービスマニュアルには、工場出荷日時やフレームナンバー、車体色、メインキーガソリンタンクキーナンバー、ミハイル・クラウザーの直筆サインが記載されている。ヘッドライトはプロトタイプでは、 デュアルタイプであったが、初期量産車はシングルタイプになっていた。車検の関係で、ドイツ本国とアメリカ向けはヘッドライトが黒いデメキンのように表に飛び出ていたが、その他の国向けはフロントスクリーン内蔵である。1997年のカスタムオーダー車で装備されたのをきっかけに1998年式から量産車もプロトタイプと同様、デュアルタイプに変更された。 フロントウインカーはプロトタイプでは埋め込み式であったが、量産車ではビルトインミラー方式になっている。このほか、量産化される際にリアウィングが小型化され、ガソリンタンクがパッセンジャーのボディとなりからドライバーの真後ろに位置変更された。当初、BMWK100 用の直列4気筒線、c C エンジンを装備した。ドイツ国内の車検テストにおいて、 最高速度時速 170km を正式認定されている。テストライダーのコメントでは安全限界速度が時速 200km とある。インジェクション化され、車両後部に C のエンブレムがついた。SS はスーパースポーツ、スポーツサイドカー等諸説ある。BMW の K1004100cc エンジンとなった。カタログデータでは最高速度は 時速 180km の表示があるが、アウトバーンにおいて未公認ながら時速 230km を記録している。BMW の k 1 2 0 0千2 0 0 c c エンジンとなった。最終型はリア部のストップランプ、ウィンカーが丸型にマイナーチェンジされている。一体型カウルを配し、一般的なサイドカーに近いスタイリングとなった。 ネイキッドタイプでメンテナンス性とエンジン排熱効率が向上した。2005年プロトタイプが製作され、5年ごく少数生産された。本国での参考価格は4 8000から5 4000ユーロで、あったが日本への正式な輸入は行われなかった。日本では1989年の東京モーターショーで初公開された。 当初はカテゴリーをサイドカーとするか三輪自動車とするかで揺れたが、高性能がゆえに普通自動車運転免許しか持っていないものが乗ると案ではないこと等の背景からメーカーと日本代理店は苦労してサイドカー認定を取得した。2011年時点でも毎年3台程度生産されている。2011年3月の価格は980万円だった。ユーロ。 円の変動によって価格も変動するらしい。夏の渋滞路を走行中ラジエターに穴が開いた事例が多数報告されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。